お待たせいたしました。ここからは G3 オールレディース競争第19回恵比寿吉和杯ドリーム戦出場選手インタビューを行います。それではドリーム戦に出場する選手の登場です。1号艇川野芽衣選手、2号艇寺田千恵選手、3号艇滝川真由子選手、4号艇長島麻希選手、5号艇濱田ありさ選手、6号艇喜井つかさ選手。以上ドリーム戦に出場選手が揃いました。今一度盛大な拍手をお送りください。それでは1号艇川野芽衣選手からお話を伺います。マイクの前お願いいたします。その他の選手をお座りください。1号艇川野芽衣選手です。よろしくお願いします。お願いします。ドリーム戦1号艇に選ばれましたがいかがですか？はい、期待に応えたいです。はい、当時女子戦は、2度の準優勝、そして3連続優出中なんですが、改めて大村の水面、相性はどう感じていらっしゃいますか？相性は分からないんですけど、いい演技引かせてもらってます。はい、今言葉にも出ておりましたが、手にしたモーター60号機なんですが、これはお盆戦で山口真希子選手が引いて大評判だったエンジンです。前傾での感触いかがでしたか？前傾の感じは、行き足関係はやっぱり重さがあって、感じは良くなかったんですけど、ターンの感じは良さそうな気配がありました。はい、もう前傾から手応えがあったということですかね。はい、はい、今日は第7レースと第12レース2走となりますが、この後の作業というのはどう考えていらっしゃいますか？とりあえずは外回りからいつものセッティングしてプロペラを確認して、どうするか考えようかなと思います。はい、特訓でのスタートのしやすさはいかがだったでしょうか？回転の上がりがあまり良くなかったので、スタート自体はあと届きは良くなかったです。そこはちょっと微調整が必要ということですかね？そうですね、前傾なので、あまり気にせず、外回り調整して回転が上がればいいかなと思います。はい、わかりました。リズム好調の川野選手の走り、今節も見せていただきましょう。それでは最後にファンの方に意気込みも含めてメッセージをお願いします。今節ドリーム戦を含めいいレースしたいと思います。応援お願いします。川野選手ありがとうございました。寺田選手前の方にお願いします。2号艇寺田千恵選手です。よろしくお願いします。お願いします。先月は唐津、そして浜名湖と連続優出中の寺田選手なんですが、この暑い時期の調整というのはお得意なんですか？そういうわけではなさそうですかね。はい、はい、ここ大村は約1年ぶりの出走となりますが、改めてこの大村水面どう感じていらっしゃいますか？あまり乗り、いつも乗りやすくないんですけど、前回前々回ぐらいは乗りやすくて、はい、なんかちょっといつもよりいいなって思いました。はい、今回手にしたモーターが17号機、2連対率 25.5% ということで、このドリーム戦のメンバーの中では少し勝率が低めのエンジンなんですが、前傾での感触いかがでしたか？あまり変わらないなと思いましたし、回転もしっかり上がってましたし、はい、勝率ほど悪くないよって記者さんが教えていただいたので、はい、なんとなく期待はしてるんですけど。はい、今日は第3レースと第12レースの2走となりますが、この後の作業というのは1走してみてからになりそうですかね？いつもだいたいその時期にプロペラあったらもうどこでも同じように叩くんですけど、なんか今回前節の伊達ちゃんがとても近かったので、そこから体重の分ちょっと差し引いてみたいな感じで行ってみようかなと思います。はい、特訓でのスタートなんですが、見え方、ご自身の勘との比較いかがでしたか？すごい早い早いって脅されてるので、全速で
普通ぐらい1号ぐらい目指していきたいと思います。はい、わかりました。トップレーサーとして第一線で活躍し続けているテラッチパワー、今節も見せていただきましょう。それでは最後にファンの方に意気込みも含めて一言お願いします。はい、もうそろそろテラッチっていうのも忘れ去られそうですけど、まだまだ頑張っていきたいと思います。応援してください。寺田選手ありがとうございました。滝川選手前の方にお願いします。3号艇滝川舞子選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。滝川選手、長崎支部に移籍して約11年となりますが、この地元水面相性どう感じていらっしゃいますか？はい、地元として、相性はいいと思っているので、長崎支部みんなで頑張りたいと思います。はい、今回手にしたモーター11号機なんですが、これは初卸から注目されているエンジンの一つになります。全件での感触いかがでしたか？はい、ちょっと回転機は合ってない感じだったんですけど、船の帰りはいいような感じがしたので、あの前の人の、セッティングを参考に調整していけそうです。はい、今日は第4レースと第12レースの2走となりますが、この後の作業というのは何かお考えですか？はい、一度乗ってみてもうちょっと乗り心地とかを来させられるようにプロペラから調整すると思います。はい、特訓でのスタートのしやすさ、お腰の雰囲気などいかがでしたか？はい、お腰はそのちょっと回転不足なのか重ためだったし、ちょっと風も難しかったので、はい、これから合わせたいです。はい、持ち味の全速ターンで地元初 V 目指していただきましょう。それでは最後にファンの方に意気込みも含めて一言お願いします。はい、優勝を目指して施設間頑張ります。ご声援よろしくお願いします。滝川選手ありがとうございました。長島選手前の方にお願いします。4号艇長島真希選手です。よろしくお願いします。お願いします。長島選手は当地では10回の優出歴のあるんですが、大村水面どんな印象をお持ちですか？好きですね。はい、はい、今回手にしたモーター22号機なんですが、前節のミッドナイトでも動きの良かったエンジンです。全件での感触いかがでしたか？そうですね、数字もあったので前の人のまま乗ったんですけど、私はチルトゼロよりマイナス下げた方が感触良かったので、まあ、そちらの方向で調整していきたいと思います。はい、今日は第8レースと第12レースということで後半になりますが、この後の作業というのは何かお考えですか？そうですね、昨日特区の感じも悪くなかったのでもう一回朝乗ってみて、よかったらそのまま行きたいと思います。はい、その特訓でのスタートなんですが、見え方、ご自身の勘との比較はいかがでしたか？すごくその辺が良くて、タイミングが合ってたので今日もそこがちゃんと来てればなと思ってます。はい、わかりました。笑顔が印象的な長島選手、今節も勝ってたくさんの笑顔を見せていただきましょう。それでは最後にファンの方に一言お願いします。はい、たくさん笑顔が出るようなレースをしたいと思います。お願いします。長島選手ありがとうございました。浜田選手前の方にお願いします。5号艇浜田有沙選手です。よろしくお願いします。お願いします。浜田選手は当地では2連続優勝中でございます。改めて大村水面どんな印象をお持ちですか？はい、すごく乗りやすくて相性抜群だと思います。はい、手にしたモーター70号機なんですが、このエンジンはずっと A 級選手が引き当てて2連対率も 51% と数字があります。全件での感触いかがですか？はい、すごく乗りやすさがあったので、はい、1走目はそのまま行こうかなと思ってます。はい、今日は第6レースと第12レースの登場となります。もうそのまま乗ってみて考えるということですかね。そうですね。はい、はい、特訓でのスタートなんですが、自分の勘との比較いかがでしたか？ちょっと自分の勘が分からなくなったので、はい、しっかりつかもうと思います。はい、はい、高相性水面で今節も華麗なレースさばき見せていただきましょう。それでは最後にファンの方に意気込みを含めて一言お願いします。はい、遠いところまで応援、来てくださってありがとうございます。力出ました。頑張ります。浜田選手ありがとうございました。キー選手前の方にお願いします。6号艇キー司選手です。よろしくお願いします。お願いします。キー選手にとってここ大村はご自身初優勝を決めた水面ですね。相性はどう感じてますか？そうですね、はい、好きな水面の一つだと
自分では思ってます、はい。まあ、約3年ぶりの出走となりますが、この大村攻めの特徴とか覚えてらっしゃいますか？覚えてないです。ちょっと感を取り戻しながらという感じですかね。さあ、今回手にしたモーター30号機なんですが、全検での感触いかがでしたか？そうですね、全検は悪くないなと思ったので、まあ、今日乗ってみてよければそのままレース行ってみようかなと思ってます。どのあたりが良さそうな感じがしましたか？スタートもしっかり届いてたし、乗り心地も良かったので、はい、いいかなと思いました。はい、今日は第5レースと第12レース2走となります。この後の作業何かお考えですか？乗ってから考えます。はい、わかりました。初優勝を挙げた思い出深い水面で今節も見せていただきましょう。それでは最後にファンの方に一言お願いいたします。はい、一生懸命頑張ります。お願いします。キー選手ありがとうございました。以上、ドリーム戦に出場する6選手にお話を伺いました。ありがとうございました。それでは改めまして選手の皆さんをご紹介いたします。1号艇河野芽衣選手、2号艇寺田千恵選手、3号艇滝川真由子選手、4号艇長島真希選手、5号艇浜田有沙選手、6号艇喜井司選手。ドリーム戦に出場する6選手に盛大な拍手をお願いいたします。それでは選手退場です。